あのセリフが全てを覆す。今回は OVA を含む勇者シリーズ全作品を対象に合体メカ数ランキングトップ5を発表します。一般的に勇者シリーズでは勇者特急マイトガインに登場するグレートマイトガインパーフェクトモードが最多数メカによる合体と言われていますが、実はそれを超える合体が存在します。まず最初に勇者シリーズ各作品に登場する最多数メカによる合体を紹介した後に合体メカ数ランキングトップ5の発表をします。せっかくなので皆さんもランキングを予想してみてください。勇者エクスカイザー。本作品はグレートエクスカイザーとゴッドマックスが最多数メカによる合体。グレートエクスカイザー、エクスカイザー、キングローダー、ドラゴンジェットの3機が合体して完成する。ゴッドマックス、スカイマックス、ダッシュマックス、ドリルマックスの3機が合体して完成する。勇者エクスカイザーは全作品の中で合体メカ数が最も少ない作品である。太陽の勇者ファイバード。本作品はサンダーバロンが最多数メカによる合体。サンダーバロン、エースバロン、ドリルバロン、ロードバロン、アクアバロン、スカイバロンの5機が合体して完成する。伝説の勇者ダッガーン。本作品はグレートダッガーン GX、 ペガサスセイバー、ランドバイソンが最多数メカによる合体。グレートダッガーン GX、 ダッガーン、アースファイター、アースライナー、ガオーンの4機が合体して完成する。ペガサスセイバー、ジャンボセイバー、シャトルセイバー、ジェットセイバー、ホークセイバーの4機が合体して完成する。ランドバイソン、ビッグランダー、ターボランダー、マッハランダー、ドリルランダーの4機が合体して完成する。伝説の勇者ダッガーンはほとんどの機体が4機による合体である。勇者特急マイトガイン。本作品はグレートマイトガインパーフェクトモードが最多数メカによる合体。グレートマイトガインパーフェクトモード、ガイン、マイトウィング、ロコモライザー、カイザードリル、カイザー1から5、マイトガンナーの10機が合体して完成する。一般的に勇者シリーズで最多メカ数による合体と言われている。勇者警察ジェイデッカー。本作品はファイヤージェイデッカーとスーパービルドタイガーが最多数メカによる合体。ファイヤージェイデッカー、デッカード、ジェイローダー、デューク、ファイヤーローダーの4機が合体して完成する。スーパービルドタイガー、マクレーン、パワージョー、ダンプソン、ドリルボーイの4機が合体して完成する。黄金勇者ゴルドラン。本作品はグレートゴルドランが最多数メカによる合体。グレートゴルドラン、ドラン、ゴルゴン、ソラカゲ、レオン、カイザーの5機が合体して完成する。勇者司令ダグオン。本作品はスーパーファイヤーダグオンが最多数メカによる合体。スーパーファイヤーダグオン、ダグファイヤー、ファイヤージャンボ、ファイヤーラダー、ファイヤーレスキュー、ファイヤーショベルの5機が合体して完成する。勇者王ガオガイガー。本作品はガオガイガーとスターガオガイガーが最多数メカによる合体。ガオガイガー、ガイガー、ステルスガオー、ライナーガオー、ドリルガオーの4機が合体して完成する。スターガオガイガー、ガイガー、ステルスガオー2、ライナーガオー、ドリルガオーの4機が合体して完成する。勇者聖戦バーンガーン。本作品はグレートバーンガーンフルウェポンモードが最多数メカによる合体。グレートバーンガーンフルウェポンモード、バーン、ガーンダッシャー、スペリオン、マッハフェニックスの4機が合体して完成する。ということでバーンガーンを含めた全9作品に登場する各最多数メカによる合体を紹介しました。それでは本題の合体メカ数ランキングトップ5を発表します。ここからは今紹介した合体に加え OVA やピンポイントで実装された合体なども含まれます。一部僕個人の価値観なども含まれてきますのでご了承ください。それでは第5位から発表していきます。第5位タイ、マイトカイザー。カイザードリルとカイザー1から5の6機による合体でマイトカイザーが完成する。本来はマイトガインの強化パーツだったが、緊急事態により急遽人型に合体できるように調整した勇者ロボ。2号ロボでありながら他作品のグレード合体など期待数を上回り5位タイにランクイン。ジェネシックガオガイガー。ジェネシックガイガー、プロテクトガオー、スパイラルガオー、ブロークンガオー、ストレイトガオー、ガジェットガオーの6機がファイナルフュージョンすることでジェネシックガオガイガーが完成する。ジェネシックガオガイガーは勇者王ガオガイガーの続編である勇者王ガオガイガーファイナルで登場した勇者ロボ。ガオガイガーと機体数を比較すると、肩を構成するメカがガオーマシーンはライナーガオー、ジェネシックマシーンはプロテクトガオーとブロークンガオー、足を構成するメカがガオーマシーンはドリルガオー、ジェネシックマシンはスパイラルガオーとストレートガオーとなっているので、ジェネシックガオガイガーの合体メカ数はガオガイガーより多くなる。
また破壊王ガオガイガー対ベターマンに登場するファイナルガオガイガーもジェネシックガオガイガー同様にロッキーによる合体に該当する。第4位、ファイナルダグオン、ダグファイヤー、ダグターボ、ダグアーマー、ダグウィング、ダグシャドウ、ダグドリル、ダグサンダーの7機が融合することでファイナルダグオンとなる。ファイナルダグオンは OVA である勇者指令ダグオン水晶の瞳の少年で登場した勇者ロボである。こちらは戦闘シーンなどほぼ存在しないためスペックは一切不明でベールに包まれている。全ダグオンが合体した姿ということもあり間違いなく強いとは思うが、今後何かしらの形で正式な情報が出ることに期待したい。第3位タイ、グレートマイトガイン。ガイン、マイトウィング、ロコモライザー、カイザードリル、カイザー1から5が合体することでグレートマイトガインが完成する。ガオガイガー最終決戦仕様。ガイガー、漂流と炎流の AI と GS ライドを搭載したライナーガオ、風流と雷流の AI と GS ライドを搭載したドリルガオ、ボルホッグの AI と GS ライドを搭載したステルスガオ2がファイナルフュージョンすることでガオガイガー最終決戦仕様が完成する。ガオーマシンに最強勇者ロボ軍団の AI が搭載されている点で賛否両論あるかもしれないが、個人的見解では1機として数えていいと思うので3位タイとした。合体メカ数とは関係なく最強勇者ロボ軍団と協力して行うファイナルフュージョンは最終話にふさわしい熱さがあり、ぜひ一度見ていただきたい。本来ここで紹介すべきはスターガオガイガー最終決戦仕様が適正かもしれないが、あえてガオガイガーと表記。今後予定している別動画にてガオガイガー最終話にまつわるエピソードを余すことなく解説します。第2位、グレートマイトガインパーフェクトモード。先ほど第3位で紹介したグレートマイトガインにマイトガンナーを加えた10機が合体することでグレートマイトガインパーフェクトモードが完成する。冒頭でも話した通り、一般的に勇者シリーズではグレートマイトガインパーフェクトモードが最多数メカによる合体である。そんなグレートマイトガインパーフェクトモードを超えるメカ数の合体が果たして存在するのか。第1位、5体連結ジョイントドラゴンファイヤー。ドリル特急、ロコモライザー、マイトガンナー、猛獣特急、レスキュー特急が連結して繰り出す全勇者特急隊による合体攻撃。こちらは合体ではなく合体攻撃なのではないかという見解もあると思うが、この合体攻撃を繰り出す前にマイトが勇者特急隊究極の合体を見せてやると言っているので合体で取れることもできる。こちらはグレートマイトガインパーフェクトモードを構成している10機、猛獣特急を構成しているボンバーズ4機、レスキュー特急を構成しているダイバーズ4機のトータル18機による合体である。グレート合体などとはまた別の形態として成り立つ合体ではあるが、メカ数は圧倒的に多い。少し視点を変えれば勇者シリーズには多くのシチュエーションが存在し、その時限りの合体が存在する。しかしこれだけではない。勇者シリーズという括りを少し超えてしまうが、とある作品にて21機による合体が実装された。幻の第1位、6体連結ジョイントドラゴンファイヤー。こちらはスーパーロボット対戦 X で実装された5体連結の最後尾にブラックロコモライザーが追加された形態である。ブラックマイトガインはブラックガイン、ブラックロコモライザー、ブラックマイトウィングの3機により完成しているため、6体連結ジョイントドラゴンファイヤーはトータル21機により成り立っている。こちらも先ほど同様にマイトが勇者特急隊究極の合体を見せてやると言っているので合体と捉えることもできるが、今回は勇者シリーズという括りとしているのであくまで幻の1位という扱いとした。ということで OVA を含む勇者シリーズ全作品を対象に合体メカ数ランキングトップ5を発表しました。一般論とは少し違った視点での見解でしたが、いかがだったでしょうか。今回はメカ数にフォーカスして解説していきましたが、各機それ以上にドラマが存在します。本動画内でも触れましたが、別動画にて各機に関する解説も今後取り上げていく予定なのでお楽しみにしていてください。内容的に賛否両論あるかと思いますが、あくまで一個人の見解をもとに解説しておりますので、その点はご了承ください。本動画に関するコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。